場所に行ってみたいわね。わかったわ。さあ行きましょう。ここが傾斜の言っていた場所ね。この奥にモンスターがいるのかしら。それにしても兵士が動けないって何が起きてるのかしら。ノワールさん遅いな。もしかしてモンスターに。どうしよう。私も見に行った方がいいのかな。猫さんが部屋にいるはずじゃ。にゃー。あ、待って猫さん。どこに行ったのかしら。確かこの辺に来たはずなんだけど。にゃー。ここにいたのね、傾斜。探したわよ。あなたは?組織といえばあなたならわかるんじゃない。そんな、あの組織はもう壊滅したはずじゃ。壊滅なんてしていないわ。生き残りが集い新たに結成したのよ。任務よ傾斜、この者を抹殺しなさい。私はもう組織とは関係ないです。その任務を受ける義理はありません。そんなこと言っていいの？今の生活よっぽど捨てたいようね。この町の人たちは関係ありません。だったらあなたが取るべき選択肢は一つしかないんじゃないの？わかりました。ですが受けるのは今回だけです。ええ、それで構わないわ。ターゲットはこの女よ。確実に殺しなさい。これは今の生活を壊されたくなければ成功させることね。いい報告を待ってるわ。どうしてそんな、ノワールさんがターゲット。やっぱりノワールさんができない。できるはずない。でもそうしないと私はどうすればいいの。もしかしたらケイシャ無理に出てきちゃったから怒ってるのかな。帰ったらちゃんと謝らないとね。さあ早く倒して帰りましょう。もしかして誰かが襲われてる。早く助けに行かないと。なんなのよあれ。この間戦ったモンスターといい、この短期間で見たこともないモンスターが2体もだなんて。くそ、こんなに強いとは聞いていないぞ。ラステーションの兵士たちじゃない。またモンスターに襲われてるの？おい君、ここは危険だから離れて。お前は指名手配犯の女？しまった、この人たちあの時私を追ってきた兵士じゃない。てか、なんであんたたちはまたピンチに陥ってるのよ。お前を捜索していたからに決まってるだろうが、この疫病神。何よ疫病神って。女神に対して疫病神だなんて失礼じゃない。女神だろうが疫病神だろうが、お前が秘密結社の構成員なのは変わらん。今度こそお前を、お助け。
ちは世話が焼けるのよ。ほら、こいつの相手は私がするから、今のうちに傷ついた人たちを連れて逃げなさい。だが我らは使命のためにもここで引くわけにはいかん。そしてお前を。仕事熱心なのは嬉しいけど、これはこれで困りものね。いいから引きなさい。ここで倒れたら使命も何もないでしょ。仕方あるまい、ここは引かせてもらう。これで終わりだと思うなよ。すまない。さて、これで心置きなく戦えるわね。あなたが何者か知らないけど、ダステーションに危害を出すのであれば撃たせてもらうわ。カッコつけたのはいいけど、このままじゃまずいわ。今のは狙撃？しかも効いてるけど、一体どこから？いいえ、そんなことよりこのチャンスを逃すわけにはいかないわ。私のターンね。見せてあげる、私の本当の力。誰でも私が薙ぎ払う。今回はさすがに危なかったわね。それにしても、あの狙撃は誰だったのかしら。ユニだったらすぐに出てくるわよね。目標の掃討完了。これより帰還する。はあ、やっと戻ってこられた。あ、また傷増えちゃったな。傾斜になんて言い訳しよう。ノワールさん、帰りが遅いから心配してたんですよ。ってボロボロじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと手こずっちゃって。でもちゃんとモンスターは倒してきたから。本当ですか、すごいじゃないですか。言ったでしょ、任せておきなさいって。ちょっと危なかったけど。お嬢ちゃん、本当にあれを倒したのか。すげえな、おい。まあ、これくらいは当然よ。あと、背中叩かないで。ありがとうね。これで安心して外に出られるわ。うわあ、だから背中。人は見た目によらないって本当なんだな。すっごいよ、本当。こうやって相手に感謝を伝えるんですよ。聞いたことないわよ、そんな風習。冗談です。けどノワールさんモテモテですね。払い事じゃないわよ。喜ばれるのは嬉しいんだけど、もっと優しくしなさい。何この足音。ノワールさん、あれ。あの女が潜伏しているのはこの辺りで間違いないのか。ああ、
あの情報が確かなら。あれはラステーションの兵士たち、どうしてここに。ロワールさん、隠れてください。ここは私が何とかしますから。何とかする？傾斜、もしかして私のこと。ノワールさんはノワールさんです。何者だろうと関係ありません。傾斜、ノワールさん、ごめんなさい。またこれ。おい、ここに黒髪のよそ者の女が来なかったか。さて、見かけたことないな。お前、なんか知ってるか。さあ、どうだったかな。その女は指名手配されている。隠すとためにならんぞ。知らないと言っているのですから、それでいいじゃありませんか。なんだ女、我々の邪魔をするつもりか。邪魔も何も、知らないものを知らないと言っているだけじゃありませんか。うるさい。この町にいることは確かなんだ。隠すと貴様も同罪で捕らえることになるぞ。本当に何も知りません。何度言えば分かってくれるんですか。その女を連れて行くぞ。多少叩けば何か喋るかもしれないからな。来い女、知ってることを全部話してもらうぞ。話してください。ケイさん、ちょっと、その子は関係ないでしょ。うるさい、黙っていろ。さあ、行くぞ。抵抗するようなら痛い目を見てもらうぞ。いや、話して。おとなしくしろ。この本当に痛い目を見させて。その子を話しなさい。お前はやはりこの町にいたか。ノワールさん、なんで。私が目的なんでしょう。その子は関係ないわ。今すぐ話しなさい。お前がおとなしく捕まるというなら話してやっても構わんぞ。そのつもりで出てきたのよ。捕まえるならさっさと捕まえなさいよ。秘密結社のくせに生意気だな。いいだろう、言う通り捕まえてやろう。お前にもう用はない。どこへでも行け。どうして出てきたんですか。私なら大丈夫だったのに。あなたが傷つくところを見たくなかったのよ。だって私たちお友達でしょ。ほら、いつまで喋っている。早く行くぞ。ありがとう、ケイさん。かばってくれたこと、すごく嬉しかったわ。さようなら。それでは、指名手配犯逮捕のご協力、ありがとうございました。ねえ、あのお姉ちゃん、どうして捕まったの？悪い人なの？いや、悪い人なんかじゃないよ。彼女はね、女神様なんだ。女神様って何？ノワールさん、もうどうして私たちがこんな目に遭うのよ。お姉ちゃん、ちゃんと逃げてるよね。捕まったりなんかしてないよね。気になるけど確認のしようもないし。あ、もう。通信？一体誰から？はい、もしもし？よかった、通じた。大丈夫だった？ユニちゃん、そっちこそ無事そうね。プラネテウムには着きそう？うん、プラネテウムにはもう少しで着きそうだよ。心配してくれてありがとう。別にあんたの心配なんて私がするわけないでしょ。私はユニちゃんが心配で心配で連絡したのに。心配されるほど私は弱くないわよ。まあその心配してくれたのは嬉しいけど。ユニちゃんが嬉しいって。いいから早く用件を言いなさい
よ。本当に心配だからかけてきただけなの？そうだった。ユミちゃん、落ち着いて聞いてくれる？何よ、そのもったいつけた言い方。早く言いなさいよ。私の方で情報を集めようと思って無線とかを片っ端から捕まえてたんだけど、その中に気になる情報があって。気になる情報？私たちが女神化できない理由とかそういうやつ？それがノワールさんがラステーションの兵隊さんに捕まったって。え？どういうことよそれ。秘密結社の一員ってことにされちゃってるみたいで、指名手配までされてるみたいなの。私も信じられなくて、それでユミちゃんに連絡したんだ。そうだったの。感謝するわ、ネブギア。ユミちゃん、まさか。もちろん、お姉ちゃんを助けに行くわ。一人じゃ危険だよ。相手は教会、ラステーション全体なんだよ。そうだ、私たちと合流してから一緒に。そんなの待ってられないわよ。多分だけど、こうなることを予想して私を逃がしてくれたに違いないわ。だからこそすぐにお姉ちゃんを助けに行かなきゃ。ユミちゃん、わかった、私も協力するよ。直接は力になれないけど、ノワールさんがどこにいるのかできる限り情報を集めてみるね。ありがとう、ネブギア。任せたわよ。ユミちゃんがありがとうって。お礼くらい言うわよ。普段私をどういう目で見てるのよ、あんたは。もう切るわよ。情報が集まったらまた連絡して。うん、任せて。あの時とはもう違う。みんながいなくても私一人で助けられる。襲撃するにも準備は必要よね。ネプギアから連絡が来るまでクエストでそれらしい道具を集めましょう。お姉ちゃんのことは絶対に私が助ける。待っててね。ここにもうどれくらいかしら。そういえばここに連れられてきてから何も食べてないわね。いくら私が秘密結社の構成員の疑惑をかけられているとしても、ご飯くらいは欲しいところよね。おい、聞いたか、例の話。ん？何の話かしら。ああ、聞いた聞いた。ついにラステーションが他国へ攻め込む準備ができたって話だろ。おまけに使うのが例の新種モンスターだろ。大丈夫なのかね。新種のモンスター？あの森にいた変なモンスターのことかしら。別に大丈夫じゃなくてもいいんだろ。他国にモンスターを送りつけて暴れさせればそれで終わりなんだから。むしろあのモンスターを捕まえる方が大変だって。兵士にも町にも被害が出てるらしいからな。なるほど、それであの場に兵士たちがいたのね。退治しに来たわけじゃなかったってこと。まったく、どうなってるのよ。ラステーションか戦争だなんて、そんなことになったら町の人たちにどれだけの被害が。しかし新しい指導者様は血気盛んだね、ほんと。新しい指導者？一体誰のことかしら。あの人の名前、なんて言ったっけ。俺、物覚えが悪くてさ。遥か上とはいえ、自分の上司は上司なんだから、ちゃんと覚えとけよ。あの人の名前は…おい、どうした。これは…麻酔だ。急に静かになったわね。何かあったのかしら。お姉ちゃん、あなた、ユニなの？どうしてこんなところに。よかった、無事みたいだね。捕まったって聞いて
いてもたってもいられなくて助けに来たの。ありがとうユニ、またあなたに助けられちゃったわね。気にしないで、こうなった時のための保険だったんでしょ。え、けどまさかこんなに早く助けに来てくれるなんて思わなかったわ。ネプギアがいろいろ手伝ってくれたのって、そこんとこ詳しい話は後で。他の人に気づかれる前に早く離れないと。そうね、それに一刻も早く教会に向かわないといけないしね。え、どういうこと？詳しい説明は移動しながらするわ。とにかく今は手遅れになる前に急いでラステーションを目指しましょう。ラステーションは私の国なのよ。戦争なんて絶対にさせないわ。少ししか留守にしてなかったのに、すごく懐かしい気がするわ。じゃあ教会を目指しましょう。きっと詳しい話を聞けるはずよ。私たち入れてもらえないよね。お姉ちゃんは指名手配されたままだし。正面から入っていく必要はないわ。隠し通路があるんだから、そこから入っていけば見つからないわ。隠し通路？そんなのあったの？私初耳なんだけど。あら、言ってなかったかしら。面白そうだったから作っておいたのよ。面白そうって。本当に入れた。今度使ってみようかな。見つかるのは時間の問題だから、できるだけ多くの情報を集めるわよ。書類でも何でも、とにかく片っ端から。誰だか知らないが、ここは立ち入り禁止だぞ。しまった、もう見つかったの？お前は、そうか、仕留め損なったか。あいつらしくない。誰よあんた。ただの教会の職員だ。それ以上でもそれ以下でもない。なーにがそれ以上でもそれ以下でもないよ。そういう人に限って怪しさプンプンなのよ。ここは元は私の教会よ。そうか、そういえばそうだったな。あなた、まさか私を覚えているの？ああ、覚えているさ。ラステーションの女神ブラックハートとその妹よ。まさかこんなところで私たちを覚えている人に会うなんてね。単刀直入に聞くわ。他国を攻め込むっていう話は本当？お前がこの国の女神だったのは過去のことだ。国政を教える義理はない。そう答えるってことはやっぱり攻め込む気なのね。何が狙いかわからないけど、戦争なんてバカなことはすぐにやめなさい。戦争なんて始めたら国民がどれだけ傷つくかわからないの？攻め込んだ国もラステーションも犠牲者を生み出すだけよ。そんなことは私たちには関係ない。これは私たちが望んだ戦争なのだ。まさかこの人ってもしかして知ってるの？うん、
多分だけど、だいぶ前に壊滅したっていう傭兵組織だと思うの。傭兵組織？戦争を煽って武器や自分たちを売ったりしているっていう戦争屋よ。なるほど、思い出したわ。でもあの組織はかなり昔に壊滅したはず。確かに組織は壊滅したさ。だが生き延びた者たちが集まり新たな組織を作り出した。そしてずっと水面下に潜み、私たちを必要としてくれる戦争を起こさせるチャンスを待っていたんだ。なるほど、それで教会を乗っ取ったってことね。そうだ、戦争を起こすにはこの国の中枢を乗っ取った方が早いからな。幸いこの国のゴールドサードが国政には無関心で教会に一任してくれているおかげで、組織としてはこれは戦争を起こすまたとないチャンスなんだよ。まさかこんな奴らにつけ込まれるなんて。ラステーションはあなたたちが戦争するための道具じゃないのよ。知ったことか。戦争さえ起こればそれでいいのだからな。どうしても止めるつもりはないのね。だったら力ずくでも止めさせてもらうわ。ふん、頭の弱い奴ら。お前たち今敵の中枢にいるのだぞ。えへえへ、侵入者だ、即刻捕らえよ。さあどうする。貴様らが傷つけたくないと言っていた兵士を傷つけてまで私を倒すか。引くわよユニ。いいのお姉ちゃん。仕方ないわよ、ここで戦闘なんかしたら教会への被害が大きくなるわ。分かった、賢明な判断だ。覚えておきなさい、あなたの企みは私たちが必ず潰してあげるから。楽しみにしている。兵士たちは負けたわね。やっぱり地元だと抜け道も知ってるから逃げるのは楽ね。お姉ちゃん、これからどうするの？あいつの野望をどうやって止めるつもり？あいつからラステーションを取り戻すのはすぐには無理だと思う。私たちにできることといえば、兵器として利用されないようにあの新種のモンスターを倒すことね。直接乗り込んで叩いちゃダメなのかな。今回のことで警備も厳しくなってるわ。あいつとの直接対決はほぼ不可能ね。やっぱりそうだよね、モンスター退治か。大変そうだけど頑張らなきゃね。え、早速ギルドでクエストを確認してみましょう。のクエストだね。新種のやつだといいんだけど。違ったとしても構わないわ、町の人が困ってることには変わりないんだから。ノワールさん、傾斜じゃない、どうしてここにいるのよ。ノワールさんこそ捕まってたはずじゃなかったんですか。うん、それは。お姉ちゃん、この人は。そうよね、先に紹介をね。ケイシャ、この子はユニ、私の妹よ。妹さんですか。ユニ、この人はケイシャ。傷ついた私を助けてくれた人で、私のお友達よ。お姉ちゃんのお友達？どうしてそこで驚くのよ。何よ悪い、私にお友達がいたら悪いの。ごめんお姉ちゃん、別に悪いわけじゃないよ。ただいつもネプテューヌさんのリアクションを見てたからつい。はじめまして、ユニです。お姉ちゃんを助けてくれてありがとうございます。 いえ大したことはしてませんから。それでケイシャ、どうしてラステーションに。私ノワールさんのことが心配で、ここに来れば何かわかるかもしれない、そう思って来たんです。なるほど、お
となしそうに見えて傾斜って行動力あるのね。褒めてもお弁当くらいしか合ってませんよ。出るの？お弁当。いつノワールさんと再会してもいいようにいつも持ち歩いてるんです。あれ、この人もしかしてちょっと重い人？用意がいいというか、なんというかそういうことならありがたくいただこうかしら。お姉ちゃん、そろそろ。分かってる。ケイシャ、私たちこれから出かけるの。戻ってきたら一緒に食べましょう。私もノワールさんたちと一緒にいてもいいですか？ダメよ。私たちと行動していたらどうしても危険がつきまとうわ。それでも私はノワールさんのお役に立ちたいんです。私、戦うことはできないけど情報くらいなら集められると思うんです。足は引っ張りません。お願いします。どうしてそこまで？お友達のために何かしたいって、それだけじゃダメなんですか？これは言っても聞かなそうね。危ないと思ったら絶対に逃げること、これ以上ダメと私が言ったら引き下がること、この2つが守れるなら一緒に来てもいいわ。はい、守ります。まったく、あなたも物好きね。友達ってだけでこんな危険なことに首を突っ込むなんて。ごめんなさい。謝らなくてもいいわ。ユンに勝手に決めちゃったけど、それでいいかしら？お姉ちゃんがいいなら私は何も言わないわ。それに私たちじゃ情報も集めづらいし、一人そういう人がいると助かると思うの。ありがとうユンに。じゃあ私たちはモンスター退治に行くから、傾斜は情報収集をお願い。はい、任せてください。じゃあ行動開始。